左、T-69 右、ウルボス3この項目では、イギリス・イングランド中西部のバーミンガムをはじめとした、都市を走るライトレールである、ウェストミッドランズメトロの車両について解説する。開業時は、イタリアアンサルド製の電車である、T-69 が導入されたが、メンテナンス面の課題や、延伸区間の線形など様々な要因で2014年以降は、 スペインカフ製のウルボスへの置き換えが実施され、2020年、現在は同形式が使用されている。ウェストミッドランズメトロの開業時に導入されたのは、同線向けのオーダーメイド車両として、イタリアのアンサルドブレーダーによって製造された T-69 であった。前後車体の運転台側に、主電動機を搭載したボギー台車が、 中央部に付随台車が設置された三車体連接車で、動力台車が設置されている箇所を除いた、車内全体の60%が、床上高さ 350mm の低床構造となっていた。全長は 24,360mm で、イギリスのライトレール向け車両の中で最も小型であった。塗装は赤や青、黄色など、 多数の配色を用いたものが基本であったが、銀色を主体に、車体上下をピンク色で塗ったレナナや10、かつてバーミンガムに存在した、路面電車の復刻塗装をまとった11など、例外もいくつか存在した。1999年5月31日からの営業運転の開始に備え、1998年から1999年にかけて16両が導入され、 一時間に最大10本の列車が運用可能な車両数を確保した。だが、運用開始後は電気配線をはじめとしたメンテナンス費用が想定以上にかさむことが明らかとなり、運用の面でも課題が多数上がる事態となった。それでも2010年代まで主力車両として運用されていたが、2000年代後半になると対応年数が近づく中で大規模な改修が、 必要となり、その中で製造がすでに終了したことでアンサルドブレーダ側から予備部品の供給が不可能となっていた。さらに2009年時点で予定されていた延伸区間にある急勾配は T69 の性能、特に制動装置の構造では不十分であった。これらの事情を踏まえ、新型車両として事項で開設するウルボス3を導入し、T69 を 全面的に置き換えることが決定された。2014年から、ウルボスんの営業運転が開始されたことに伴い、T-69 の運用離脱車両が発生し、以降は、ウルボスんの増備に合わせて、営業運転からの離脱が続き、翌2015年4月をもって、定期運用が終了した。それ以降も卓客時の予備車として、全車とも車両基地に残存していたが、 2018年に一両を除いてウエストミッドランズ合同行政機構の一部門であるウエストミッドランズ交通局が主催したネットオークションに出品され一両がイギリスの路面電車業界団体である UK トラムにもう一両がバーミンガム博物館へ売却されたまたオークション以降も二両が車両基地に残存しておりそのうち16は 事業用車両への改造が計画されているが、売却先が見つからなかった12両については、スクラップとして解体され2020年の時点で、現存しない。T-69 に変わる形で導入が、実施されたのは、スペインのカフが展開する超低床電車ブランドの、ウルボスである。両運転台の5車体連接車で、車体は、モジュール構造を活用する形で設計が行われ、 押し出し成形による加工を施した軽量アルミニウム合金が使われている。台車は車軸がない独立車輪式で、先頭車体の各車輪の外側には手電動機が設置されている。これにより、車内全体が床上高さ 350mm の低床構造となっている一方、抵抗機や制御装置などの使用機器は屋根状に設置されている。 車内の着席定員は t-69 から減少したが、想定員数は t-69 から増加した210人となっており、車内には車椅子やベビーカーが設置可能なフリースペースが2カ所存在する。カフへの発注は2012年に実施され、2014年9月5日から営業運転を開始した。 同日時点で4両が定期運用に投入されており、整備中だった5両や残りの12両についても、翌2015年までに導入が完了し、T-69 を完全に置き換えたほか、バーミンガム市内を経由し、ニューストリート駅へ向かう区間の延伸に対応した。ただし、導入当初は、イギリスの気温に対応したプログラムが設定されて、いなかったことが要因となって、 空調装置に不具合が発生したほか、乗降扉の開閉機能にも故障が生じ、カフのスタッフが現地に赴き修理することとなった。また、T-69 よりも全幅が広いことから導入に先立ち、全区間を運休した上で2014年時点の各電停のプラットフォームの幅を削る工事が行われた。これらの車両は製造当初から河川が存在しない。 区間での走行を可能とするため充電池の搭載が可能な設計となっており、2017年以降全車を対象に屋根上のリチウムイオン充電池の設置工事が実施されている。また、2018年に運営組織が変更された影響で路線名が、それまでのミッドランドメトロからウェストミッドランズメトロに変わったことに伴い、車両の塗装もマゼンタと灰色を用いた。 従来のデザインから青を基調とした新たなものへと変更されている。2020年現在は21両が在籍しており、加えて2021年以降21両の増備が予定されている。これらはバーミンガム市内における路線延伸に伴うもので、この区間は景観保護のため、全区間とも河川レスとなるため、増備車は製造当初から リチウムイオン充電池を搭載することになっている。車体デザインについては既存の車両と同一のものを採用する予定だが、構え体の強化による安全対策が図られる。T-69 に関するカテゴリー、ウルボスに関するカテゴリー。ありがとうございます。